リーグオブレジェンズワールドチャンピオンシップはリーグオブレジェンズの世界最強チーム決定戦であり毎年10月から11月に開催される e スポーツ大会である重さ70ポンドのサモナーズカップと優勝賞金200万ドル超を争う最多優勝は韓国の SK テレコム T1 の3回第1回大会はシーズン1チャンピオンシップという名義で スウェーデンのンシオーピング市のエルミアで行われ8チームが出場。決勝戦は当時3本勝負だった。欧州代表のフナティックが初代王者に退官した。第2回と第3回大会はロサンゼルスのステープルズセンターで行われた。この大会から決勝トーナメントが5番勝負となる。第4回大会は台湾、シンガポール、韓国で行われ決勝は ソウルワールドカップ競技場で行われた。第5回は欧州を中心に開催され、決勝はベルリンのメルセデス・ベンツ・アレーナ。第6回は再びアメリカ開催。決勝はステープルズセンター。第7回は北京の国家体育場。第8回は韓国のインチョン文革競技場で行われた。第9回は第5回以来の欧州開催となりパリの ベルシーアリーナで行われた。2017年決勝では、サムスンギャラクシーが SK テレコム T1 を3から0のストレートで勝利。約5万人が国家体育場に集結し、6000万人が視聴したと言われ、史上最高の歴史に残る大会となる。2018年は決勝戦常連だった韓国勢が準々決勝で全チーム敗退。 インビクタスゲーミングとフナティックとの間で行われた決勝では前年の記録を破り9960万人が視聴した。2020年の第10回記念大会は新型コロナの影響で全試合上海でバブル開催。決勝を除き全試合無観客で開催。ありがとうございます。